今回矢部さんの本がなんと売れてるということで11万部売れてるんでしょ、まあ、大家さんと僕っていう漫画が漫画を出版しまして。そうなんですよ。大家さんと何歳だっけ。大家さんは88歳です、ね、88歳の大家さんと一緒に住んでて、はい、8人住んでんだろ。そうです。元気なの。元気元気。本も読んでくれて、もうすごい感動しましたって言って、うん、どの辺良かったですかって聞いたら、糸井さんのコメントとか平愛理さんのコメントとか、うん、ここの帯が良かったらしいんですよ。なんだよ。大家さん中読んでねえだろ絶対。いや中でもここがグッときたんじゃないですか。あれだろ、はい、前新助さんにメールしたんだろ。あ、した、うん、新助さんが大阪時代でな、うん、もう何年前だ、8年前ぐらいだよな。そう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 、一緒にレギュラーでやってる時にずっとやべえっつってね、大家さんの話ずっとテレビで言ってくれてた。これ実は先輩役が出てくるんですけど、うん、何人かモデルいて、その中の一人が新助さんなんですよね。新助さんと香港さんだろ、うん、そうそうそう。香港さんが嬉しそうに俺に言ってきたよ。あれわしやっつってあ、本当ですかっつって、なんか矢部から聞きました、はい、みたいな。そうなんです。で、なんて来たの新助さんのメール。本送ったのね。それで僕連絡先も知らなくなってたから、そしたらメール来てくれて、いやめちゃめちゃ良かったって言って、本当感動して、今奥さんも読んでて、すごいやべえ、だからこれは良かったなみたいな感じで、もう本当傑作だと思うって言ってくれて、で続編も絶対書いた方がいいって言って、いやでもそんな書けないですよみたいなこと言ったら、大丈夫、ガバイばあちゃんみたいに次からは創作でいいからやっぱちゃんとそこボケるんだな。いやもうメールでやっぱ爆笑する返しが、もう全部爆笑しましたから読んでて、本当に面白いです、ね、すごいよな。すごい。だってしんすけさんの一番好きな俺がフレーズが、いまだに忘れないけど、うん、俺の後輩に山田カントリーの浅井ってやつが、全然食えてなくて、今でも食えてないんだけど、その時も食えてなくて、ずっと食えてないんだけど、浅井その時月の給料いくらやって言われて、浅井が2万円ですって言ったら、ちょっとした熱帯魚だったら死んどるでって言われて、確かに2万ぐらいかかるだろうなと思って、いや餌代で、お前用意してんなっつって、はいはい、そのフレーズ出るって思って、すごい、俺一番好きなフレーズなんですよ。そのガバイばあちゃんの時も、うん、いやもうあれ真実でしょみたいなこと言ったら、うん、いやあれがほんまにノンフィクションやったら、ばあちゃん毎日名言言わなあかんやろみたいな。すげえなと思って。